どうもこまです。今回はですね、パーカサウルスという恐竜テーマパークを経営するシミュレーションゲームやっていきたいと思います。恐竜っていうなかなか怖いテーマを扱っていますが、見てください。このゆるーい感じのメガネをかけた恐竜博士。見て。夢と希望に溢れているよ、これは。はい、世界地図。世界地図だね。この4つのうちはどれかですね。よくわかんないですね。トロント。うん。まずはアメリカからスタートなんですね。トロント市は彼らの有名な運河をより恐竜に優しいものにするために私たちを雇いました。まあ、これあのね、多分機械翻訳なんだろうけれども。まあ、大体おおよそわかりますね。はい。じゃあ、これやっていきましょうか。なんだい？最初からいきなりなんか家があるな。これは、どうなってんのこれ。あ、もうここの中に作れってこと？家があるけれども、普通にここに恐竜を飼えってことか。裏庭には、2羽プテラノドンがいるみたいな感じ。じゃあ、とりあえず手始めにここら辺に作ってみましょうか。今インベントリーの中には、あ、恐竜の卵1個ありますね。アンキロサウルス。アンキロサウルスは草食性で、棘竜類に属してますって書いてますね。まずは、囲うフェンスですね。こっからかな？こんな感じで。ちなみにお金は右上にありますね。$7,497。こんな感じかな。よっ。はい。これで囲ったので、この中が飼育場になりましたね。で、この中で、ここで飼う恐竜に適した環境を作ってあげるっていうね。森林なのか、タウリンなのか、タイガなのかとかね。そういうのをなんかいろいろコントロールしてあげて、住みよい、飼育スペースにすると。従業員出入りするためのドアをつけましょう。どこにしようかな。ここら辺にしましょうか。ここら辺にこうドアをベッとつけときましょう。ああ、ちゃんと恐竜の顔になってるね。細かいね。持ち物に入っているアンキロサウルスですね。こいつをここに、ボンと置きまーす。はーい。卵でーす。これ時間経つとね、はい、時間進めます。ほら、だんだん猫のメーターが溜まってって、フルまで溜まると、あとはワンクリックするだけで、恐竜の赤ちゃんが生まれます、ね。アンキロサウルスで、タイルは草、バイオームタイガって書いてますね。まずタイルですね。地形かな？タイル、はい。草なのか、砂なのか、泥なのかと。で、ここは草だというので、もうこれ草なってるよね、これね。もうなってるね。はい。草なってるので、このままでいいでしょうと。で、あー、しまって生まれちゃった。押しちゃった。間違って押しちゃった。まあいいや、生まれました。アンキロサウルスのセオくん、かな？生まれましたね。あら、かわいい。あー、なんか、知ってる知ってる。この尻尾がすごいなんか、ハンマーみたいになってるやつでしょ。叩きつけれるやつでしょ。タイガ。タイガにしなきゃいけないんだけど、タイガってどうすればいいんだろうね。あ、デコボコを多くするのか。このゲームはね、神ゲーには必ず備わっている、この地形操作系がね、あるんですよね。多分、これで、こうやって、ボコボコって、ボコボコってやってあげると、これお金かかんないのがまた素晴らしいんですよ。この地形操作ね。さあ、よし！タイガーになりましたね。あとはあれか。このタイガーで生物多様性って満たさなきゃいけなくて、木と茂みと岩。これが多くしないと、アンキロサウルス満足しないんで、リンゴの木。おーいいね、リンゴの木。ちょっとこれに置いときましょうか。ドーン。大きなオーク。でかっ！いいじゃん。大きなオーク。めっちゃここ家に被るようにしようか。これ邪魔。めちゃめちゃ窓。窓見えない、これ外。すごい悲惨だなぁ。茂み、茂み。茂みも黒部。何黒部って。あ、なんか、ふわーんってなってる。ふわーんって。岩。まあ、玄武岩でいいんじゃない？おぉ、結構でかいですね、玄武岩ね。玄武岩ここに置きましょうか。でい。よし、オッケー。いいでしょう。で、今これすごい乾燥してるんだよね。木を育てるにはさ、ほら、水マークが出てるでしょ。水が必要なんですよ。なのでちょっと水を分け与えてあげましょう。地形かな？地形の、これだね。水ツール。はい。これでここら辺で水をこう、ポッてやると、ほら！わかるかな？ここにね、池ができましたね。よっ。うん。あ、喜んだ。アンキロ喜んだ。生き物ですから、
餌が必要ですね。装飾用の小さなフィーダー。ちょっとお客さん見やすい方がいいかな。ここら辺にね。はい、置いてあげて。で、餌はどこで調達するかというと、はい、この左上にありますね。町。見て、このファンシーな。で、この中で、これが確か、そうだね。植物売ってますね。はい。植物をまず1個買っときましょう。で、あとは、アマゾン定期便みたいにね、これ定期便が、あるんですね。で、ほんとアマゾンと一緒で、単発で購入するより定期便の方が安いですね。10ドル安い。これを買いましょうか。はい。従業員を雇います。オフィスですね。従業員は、これだ。獣医、作業員、科学者、警備員って4種類の職業があって、で、餌をあげたり、あ、ここに書いてますね。役割。餌をあげたり、体調管理、清掃、清掃までするんだね、獣医ね。はい、一人雇いましょう。レベルが一応ね、あってね。うん、それぞれ能力が違うんですけど、まあ当然、能力高い方が、日当も高いですね、給料もね。採用しました。あと、作業員も必要ですね。作業員、ゴミ拾い、あとフェンスを修理、トイレ清掃っていうね、そこら辺やります。すごいな。強烈なインパクトだね。まあいいでしょう。雇う。採用。科学者、とりあえず先に警備員かな。警備員を雇いましょう。ちょっと科学者は後ほど。一旦じゃあ、これで、いいかな。チケット売り場どこなのこれ。チケット売り場ってどこ。あーたたたた。うわー、人もいっぱい来てんじゃん。めっちゃ並んでる。とりあえず時間進めようか。まずね。はい。じゃあ、スタート!アンキロサウルスの子供しかいないけど。みんなはるばる遠くまで来るんだ、ここまで。展示スペース狭すぎますだって。嘘!これでも狭いの?マジで?これで狭いって言われちゃうとちょっとな。じゃあ奥まで伸ばすか、これ少し。こうだね。はい。で、こうすると、こっち側これタイガなるのかな?なんないよね。タイガの条件、あ、森林になっちゃった。そうだよな。ここが全然デコボコしないからだね。ああ、喜んでる、喜んでる。ええよ、ええよ。ここ。よーし。あれ、もうなくなった?早っ、食べんの早くね?もうなくなったの?ちょっと数多めに買った方がいいかもしんないね。1、2、3個くらい買っとこう。獣医めっちゃフィーダー入ってるけどね。すーごいどっぷり使ってる。お前餌だと思われるぞ。食われるぞ。ああ、いいね。上がった上がった。展示スペース。まあまあ、満足してる感じかな。はい。上は順調。プライバシーがないって言ってんのか。そう、こいつらね、割とね、神経質でさ、人目にさらされ続けるとストレスを受けるらしいんですよね。なので、プライバシータイル、これか。背の高い草のタイル。ここら辺とかいいかもね。よ。あー、へー、なるほど。あ、寝てる寝てる、茂みで。すごい、かわいい。あー、踏みにじってる。やめてあげて。せっかく寝てるんだから。安眠させてあげて。じゃあ次は、研究所を作りましょう。この研究所で科学者を働かせることによって、研究ポイントが手に入る。で、研究ポイントを使って、テクノロジーのアンロックをしていくっていう。はい。作りました。研究所でーす。で、はい、ここで、雇用で科学者。これは悪意あるわ。これひどいでしょ、これ。どうなってんの、これ。ちょっとずれてない?はぁ。これ、気に入った。お前にしよう。研究所。はい、研究所のここね。リサーチ。ここで研究です。はい。研究してんのかな、これ。パントマイムしてみたいだけど。せめてパソコンかなんか出してほしいよね。絶対パントマイムでしょ。つうか、もともと研究ポイントあるんだね。612あったが624になりましたね。じゃあちょっとなんか研究しましょうか。ほーら。これこれ。すごいあるでしょ。これですよ。園芸素人、スーシェフって何これ。トムのワンタントラック。あー、なるほど。食べ物系ですね。スーシェフ320ポイント使います。ゲットです。ここら辺に置いとこうか。あ、ここ道路狭くなっちゃった。まあいいや。あー、値段ね。エビ餃子。ちょっとうまそう。ワンタンの中か。
ワンタンの中何入れるか細けえな。エビ餃子、豚肉餃子、鶏餃子、ぺちゃんこ餃子。あ、ロックされてる。これも研究で解除できるのかな。効果があるぞ。スクロポットを見た場合 20% 多く寄付をする。スクロロットって恐竜。これトイレとか作りたいよね。トイレ、あーたた、屋外トイレ。うん、シンプルなトイレだな。いいじゃない、ここに。はい、一個でいいよな、とりあえず最初はな。じゃあ、恐竜をもっと欲しいよね。恐竜をもっと捕まえに行きたいなと思うんですけれど、もう卵がないですね。卵ここで買えるんですよ。ニワトリ産んでくれるんだけど。この欠けたジェムが必要なんだよね。これはジェムショップで購入できる。なるほど。欠けたジェム500ドルで買える。恐ろしいパンプキン、何これ。長い夜に不気味なゲストをお招き。はぁ、装飾系アイテムかな。まずじゃあ欠けたジェム、在庫4個ありますと。買う。はい、買いました。で、営業終了まで13秒、12秒、終わりますね。一旦これで区切りとしては、おしまいで、今日の結果が出てきますね。はい、こんな感じ。募金額230、しまった、俺、募金箱置いてないな。そう、募金箱がないと、お金がね、なかなか入ってこないんだよね。飲食440、チケット350、建設、まあ、これはしゃあないよね。で、ちゃんと一応評価があるね。全部星1個か0だけどね。悲惨だな。まだしゃあないよな。ちっちゃい恐竜1頭しかいないからね。これはしょうがない。あーでもすごい。星2つが。食べ物がとってもいいね。ワンタンね。エビ餃子美味しいでしょ。ありがとう。で、マップのこれはもしかして混雑具合かな？赤がすごい混んでたってことかな。そうだよね、きっとね。ここ入り口でしょ？ゲート入り口で、まっすぐ一本道でザーッできて、そうだよな。ここにアンキロサウルスいたからね。なるほど。翌日へ。募金箱、これか。はい。ゲストからパークへの寄付を募ります。重要って書いてある。作ってませんでした。ごめんなさい。この辺りにこう。はい、作っておきましょう。ゴミ箱とかもあった方がいいかな。はい。トイレの隣、ゴミ箱。はい。で、そうですね。さっき途中までやってたのが、卵。ジェムがある。角竜類の足跡もある。あともう一個、角竜類の頭蓋骨がないので、これは発掘しに行かなきゃいけないですね。行きましょう、発掘。ポータルですね。ここから、極竜類の頭蓋骨か。これ変えるよね。角竜類にしたいですね。変えれないこれ。あ、ダメだ。ロックされてる。できねえじゃん。マジか。じゃあしょうがない。一旦ちょっとこの極竜類を発掘しに行きましょう。ポータルを開く。はい。今こっからスタートしてこちらに向かっていきまーす。これ時間かかるんですよね。待ちましょう。あ、ワンタン大盛況。人が被るぐらい大盛況。すごいね。めっちゃ買ってんじゃん。マジで。ワンタン麺じゃないんだね。もう本当にワンタンだ。シンプルにワンタンだ。でも美味しそうじゃない？ちょっと。ね、ゴミすげえいっぱいだな。ここら辺にもゴミ箱欲しいね。みんなここで休憩して食べるんだ。わ、すげえゴミいっぱい。ちょっと待って。これ一人じゃ足りないかな？一人じゃ足りないかな？作業員だっけ？作業員レベル2、リッチ6。どうした？ 5 まではどうした？どこ行った？いいよ、じゃあリッチ6にしようか。6号機。雇う。採用だ。あ、やった。発掘現場に到着しました。よし、じゃあ発掘をしましょう。発掘、開始。さあ、ここは謎のパズルゲームだ。それぞれ掘れる範囲が決まってますと。この白抜きの部分が掘れる範囲。よっと。はい、これで、足跡が見えてますね。足跡が左、右、上に3箇所。上はあれ頭蓋骨かもしれないね。で、ここでこう、よってやると、あ、足跡だったか。ちなみに掘れる回数決まってますね。この赤丸の数字ね。発掘終了。せい。よし。持って帰ってきましたよ。で、これで、はい、エッグ、卵ショップに行っ
て、極竜類の足跡、頭蓋骨、欠けたジェムが揃ったので、鶏に卵を産ませるぞ。恐竜の卵。作成！ポン！アンキロサウルスの卵でしたと。じゃあ、これまたその子でいいんじゃないの？ね。はーい。ちょっと園芸職人に行きましょうか。花壇とか作れるよ。これ行こう。よっと、いいねー。あと、従業員教育もできるぞ。スマート水ツール。地面に水を注ぎますとって。プロペラ帽子。あ、恐竜につけれるんだ。プロペラ帽子。これいいな。クールメガネ。これも恐竜につけれる。楽しい。いいね。この汚いところ、ここら辺に置こうか。ちょっとね、綺麗にしようよ。みんなちょっと、やっぱ周りが汚いとね、あの、割れ窓理論ってやつですよ。周り汚いとね、あ、汚してもいいんだ、ここって思われちゃうからね。明かり、あ、明かりもいいね。明かりつけようよ。この飼育スペースの中にもつけれるんだね、明かりね。これ大丈夫なの？これつけて。これ大丈夫なのかな？ただこのあたりに、ね。つけとこう。あとはワンタンね。一押し。うちのワンタン食べてってよ。ここら辺に置いとこうか。これ何の？ちなみにこのスマート水ツール。これさっきアンロックしたよね。地面に水を注ぎます。やってみようか。何これ。え？人生ゲームの車に乗る人みたいな。例えばこのデコボコのあたりにこう水をこう、ジャーってやってると。おお、なに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 、ちょっとちょっと水、どういうこと。あー、ちょ、え、何、もうちょっと長い間やってみるか。長い間。よー、あーこれ、あれ全然、あー、水、あ、あ、でもちょっと残ってる。いや、もうわかりませんね。何やってんの？あ、すごい、綺麗にしてる。キラ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 って光った。よかったね。あ、喜んでる、喜んでる。かわいいな。さあ、生まれるぞ。せーの、ドン！はい！名前決めれるよね。アンキロサウルスなんで、はい、アンキモにしましょう、名前。お前は今日からアンキモだ。なあ、アンキモ。お前は元からいたやつだよね。セオくんねー。生きろ。生きろサウルスにしましょう。はい。アンキモと生きろ。わーおーって言ったけど。それあれじゃん。セクシーシーンに流れる効果音じゃん。わーおー。一応、ミッション目標見ましょうか。恐竜の魅力が今220ですね。目標500。で、あと恐竜2頭必要ですと。わかりました。じゃあ、恐竜をちょっとまた探しに行きましょうかね。アンキロサウルスもね、もっと仲間欲しいって感じだったから。はい。参ろう。あんまり意味はないけど、ここに橋通していいですか？やってみたいってだけなんだけど。はい。木の橋。ん？ちっちゃくね？ちっちゃくね？これ無理？無理？無理？無理だね。ここにスマート水ツール注ぐとどうなのこれ。ほらー！おお、すげえ美しいめっちゃ綺麗じゃない。おお、すごい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 、水が。あ、溢れた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 。おお、すげえ、めっちゃキラキラ光ってる。ロマンチックだよね。はい、はい、はいと。はい、いいね、これ。すごいなんかこう、潰しが効くというか。つか、俺の顔最悪だな。この顔。こんな顔なの、俺。嫌なんだけど。魔術なんていらないよね。これ作業員だよね。能力、作業効率か。正門を開くスピードが速くなりました。どんだけ重厚な正門なの？昔のなんかあの、城の門みたいな感じかな。ゴゴ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 って開けるの。まあ、速度を上げようか。ゴミいっぱいあるからね。速度2つ。能力1つ増やすか。いいね。従業員もレベル上がっていくの嬉しいな。あ、研究でアンロックできるんだ、これ。トリケラトプスとか。あー、そういうことか。ここでアンロックなんだ。で、ハートを使うんだ。アンロックしよう。トリケラトプス。イエス！やったー。トリケラ。これでトリケラ発掘できるじゃん。来た。か、違う。スノーリュウ類だっけ。スノーリュウ類、トリケラトプス。深さを掘る。あ、こんなのあったの。お金かかるのはこれか。深い、とても深い、海洋、マントル。マントル掘りすぎじゃない？試しにやってみましょうか。深い。あ、これが埋まってるってこと？
なんで特別な帽子埋まってるのかわかんないけど、まあいいでしょう。オッケー。よーし。頼んだぞ。